皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は商品を紹介していきたいと思います。じゃん、見覚えないなっていう感じのパッケージじゃないですか。これは実はですね、 Amazon 限定ブランドとして販売しているリアルニュートリションというブランドで出している B レジェンドプロテインになります。 Amazon 限定の商品になっております。なので黒いパッケージとは違って白いスタイリッシュなパッケージになっています。ここにですね、リアルニュートリションっていうようなロゴが入っています。こちらの限定フレーバーがココアココアでしょ風味になります。 WPI プロテインにはみんなのアイスココア風味という商品があるんですけども、意外なことにですね、 WPC プロテインのラインナップの中でココア味ってなかったんですね。 WPC でもココア味を出したいということで Amazon 限定ブランドの方で販売させていただいております。いつもの商品と違ってスプーンが袋の中に入った状態でお客様の元へお届けさせていただいております。いつも別で赤い袋に入って届くんですけども、リアルニュートリションのビーレジェンドプロテインの方は袋に入った状態でスプーンが届きますので、そこだけ注意していただけたらなと思います。ではですね、早速味の方をレビューしていきたいなと思います。こんな風に黒いスプーンが袋の中に入った状態で届きますので、開けたらまずチェックしてください。これをすり切り1杯ですね、入れていきます。はい、いつものビーレジェンド通りですね、ラマもどんどんなく綺麗に溶けています。で、色はもうイメージ通りココアの色になってます。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、飲みやすい。甘いココアをイメージしていたんですが、ごくごく飲めるタイプのさっぱりココアっていう感じですね。 WPI のアイスココア風味はさらっとした飲み心地になっているので、それに比べるとちょっとミルクの濃厚さは感じられるんですけども、それでも腰に手を当ててごくごく飲みたくなるぐらいさらっと飲めるココアの味になってます。小さい時に牛乳で溶かすタイプのアイスココアを飲んだ方多いかなと思うんですけども、 M から始まる緑色のパッケージのやつですね。あの味に近いかなと思います。飲み終わった後にふっとココアの香りがして、ちょっと懐かしい気持ちになりました。気になる栄養価の方なんですけれども、1食 29g あたりエネルギーが 116.0kcal、 タンパク質が 20.9g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 4.1g、 食塩相当量が 0.3g、 ビタミン C が 44.4mg、 ビタミン B6 が 0.9mg となっております。白いパッケージのリアルニュートリションの B レジェンドプロテインココアココアでしょ風味は Amazon 限定の商品となっております。プライム会員の方でしたらね、送料無料でお買い求めいただけますし、すぐ届きますので、いつも Amazon 使ってるよって方も含めてぜひチェックしていただけたらなと思います。で、詳しくは概要欄にリンクを貼っておりますので、そこからもお買い求めいただけます。ぜひチェックしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。